皆さんどうもこんにちは。あと60秒で地球が滅亡するとしたら今までの人生を思い返すうぷ主のミーです。貯金をすべて使い切る霊夢ちゃんだよ。隕石をぶった切る妖夢です。そんなことできるの？岩だってパカーンって切れるんですから、それくらいきっとできますよ。隕石とただの岩じゃ色々規模が違うでしょ。どうにかして宇宙に逃げるマリサだぜ。あれ、お得意のカメハメハで隕石をぶっ壊すんじゃないの？カメハメハじゃねえ。ということで今回は、地球滅亡まで60秒前、というゲームをやっていきます。一体どんな内容のゲームなのか楽しみですね。そのまんまの内容だろ。それじゃあ早速地球を滅亡させましょう。私たちが滅亡させんのかよ。緊急ニュースです。なんか始まったぜ。地球に巨大な隕石が衝突してもうすぐ地球が滅びそうです。地球が滅亡するまでの残り時間は、60億年、焦る必要ねえ。驚くべきことに60秒だけです。私は今何と言いましたか？ 60 秒しか時間がない。アナウンサーもかなりパニックになってるね。20年も我慢してやっとアナウンサーになったのに。畜生。随分我慢したのね。もうどうでもいい。生放送なんか。すべて滅びてしまえ。アスドか。地球の前にあのアナウンサーの人生が滅びましたね。放送事故もいいところだぜ。なんだと、地球が滅亡する。おい。冗談だろう。あのアナウンサーのぶっ壊れようはマジよ。僕の人生、たった60秒しかない。どうする？どうせ死ぬなら好き放題やってしまうか。銀行という銀行を荒らしまくるとかね、この野郎。それとももう一花咲かせてみようか。どうする？考える時間もない。とにかく行こう。みんなパニックで顔なしになってるわ。これはゲームの仕様だろ。操作は簡単。殴るか宙をするか。どっちもひでえな。キャー、変態よ。アナウンサーでしょうね。変態は全部アナウンサーかよ。よし、60秒間盛大に暴れてやる。軽く街を消滅させましょう。軽くねえ。はっはっはっは、こやすカットするな。あら、こんなところに野球選手。くっそー、あの野郎やりやがったな。キャー。なんでぶたれたの？頭もぶってやってくれ。目には目を、変態には変態を。すがすがしいほどにやりたい放題ですね。ラッキー。愛犬のプーちゃんが、変態の野郎よくもやってくれたな。お前がやったんだろうが。あ、こっちにも行けるんだね。リア充を躊躇なくぶん殴ったわよ。とんでもねえ野郎だぜ。あれ、ここは何かの研究所でしょうか。突然こんなところに入るなんてびっくりだね。見るからに危ないものがあるわよ。ふっふっふ、何かわからんがこれで隕石を破壊してやる。三つ目のアイテムをゲットしたよ。試しにこの辺に置いてみるか。ちょ、これアンテナだぜ。これで地球は救われましたね。隕石衝突前に滅亡したわ。地球滅亡まであと16秒くらいあったけど、時間が前倒しになったってことで、軽いな。地球と共に僕は死んでしまった。ここはまさか、天国、なのか。お疲れ様、起きてください。うん、ここはどこだ？VR。これは一体どういうことなんだ？ここまで仮想現実を使った性格テストでした。バーチャルリアリティ、地球が滅びたのは嘘でしょか？嘘でしょ。そうです。私たちの最新の技術はまるで映画、マトリックスのように。博士酔っ払ってるのかしら？短時間で仮想の生活を体験できます。その際の行動を分析すれば人の真の性格がわかりますよ。実は。冗談だろ、フライングだ。お客様の家族も一緒に画面を見ていました。お客様の家族も一緒に画面を見ていました。うわぁ、めっちゃ見てる。何？大丈夫ですよ。何も悪いことはしてませんから。地球に核爆弾落としただろうが。お母さん、僕の彼女ジロン、そして僕の甥っ子まで。何ですかこの間抜け面は。間抜けだからねー。お前こいつのこと知ってんのかよ。見ていた？お母さんは寝てるね。こういう目なんだよ。息子、あなたの人格をプレビューするのは正解だった。がっつり見られたな。確かに、この人はどうしても私たちの社会の中で分離する必要があります。ひぃー。彼は困っている時に周りの人を苦しめる人間です。そんなことは。すべての人間を殺すために核を爆破する。頭おかしいよ。軽蔑されてるぜ。おじさん、僕は遠くの未来とにかく死ぬ。死ぬ前に一緒に死ぬのは正しい。このハゲ何言ってんだ。わかった。僕もおじのように人々を殺す。私が死ぬ前に。うわぁ、危ねえぞこいつ。これっていくつかエンディングがあるんだね。さっきと違う行動をとって違うエンディングを見てみましょう。さっきの核爆弾は使うところがきっとあるからとりあえずゲットだけはしておこう。今度は反対側に進んでみましょうか。ここは電車内だな。さあこの先は何があるかな。こんなバリケードぶっ壊してやるわ。どうだい。
ああ、ロケットですよ。これで宇宙に逃げられるわね。随分簡単に行けたな。このまま進んだら隕石に衝突するんじゃない？危なーい。ん？なんだここは？隕石の上に着いたぞ。ここで核爆弾を爆発させれば隕石は粉々だ。でも主人公が。あいつ、散々言われてましたけど今度は地球を救いましたね。これでお母さんと彼女とハゲからの信頼は回復したわね。そういう目的だったのかよ。とにかくかっこいいだったよ。映画アルマゲドンのブルース・ウィリスのようだった。私が知っていた彼氏くんとはちょっと違うけど、かっこいいなこともできる人だったのね。彼女に褒められたよ。作戦通りです。おじさん、やはり人類のためにはこの体、捧げなければならないんだ。僕もおじさんのように僕の体を犠牲にする人になる。こいつには何してもダメね。人間やれば何でもできるってことで。このゲーム、前に実況したんだけどエンディングがたくさんあって全部見られなかったのよね。今回は見られなかったエンディングを見ていこう。それではゲームスタート。緊急速報です。地球に巨大な隕石が近づいてきています。間もなく地球に衝突し、地球は滅びます。隕石が地球に衝突するまでの残り時間は、あと60秒です。絶望ね。ん？ 60 秒。20年もかけてやっと今日アナウンサーになれたのに、マジかよ。お気の毒でしかない。もう放送なんかどうでもいい。人間、極限のパニックになると何するかわからねえな。主人公の家。何？地球が滅ぶ。おい、冗談だろ。あとたったの60秒しかない。どうせ死ぬなら好き放題やってしまうか。あと少ししかないが、この時間だけでも欲望のままに、でも人に迷惑を。くそ、考える余裕もない。とにかく外へ出るぞ。はい、それでは欲望のままにやっていきましょう。実際、あと60秒しかないってなったら何もできないかも。それじゃあ。一歩も歩かないの？一歩も歩きません。こいつも相当動揺しているんだろうな。俺たちも体が全く動かねえ。街の人はみんなパニックよ。ありのままの姿で走ってる人もいるくらいだしな。残り3秒。本当に何もしなかったわ。この選択がどんなエンディングになるのか。こうして地球に隕石が衝突した。地球と共に僕は死んでしまった。いい人生だった。真っ白な風景。ここはどこ？天国。お疲れ様でした。目を覚ましてください。うん？ここは。そうそう、これ実は性格診断だったのよね。VR 性格テスト終了でございます。お疲れ様でした。こんなテストが本当にあったらシャレにならねえな。性格テスト、地球は滅びたんじゃ。そうです。この研究所の最新設備で行われる VR 性格テストは、まるで映画マトリックスのような仮想の世界の体験ができます。このテストで人の行動を分析し、人の本性を確かめることができます。悪質だわ。うん、実は、ご家族の方も一緒にテスト内容をご覧になられていました。変なことしなくて本当によかった。今回は何一つ行動しなかったからな。お袋、僕の彼女ジロン、そして僕の甥っ子まで。やっぱり私の息子だね。なんか安心されてる。人様に迷惑かけずに済んで、本当によかったわ。あたしもほっとしたわよ。彼女も。あと60秒しかないのに、何もできるわけないじゃん。人に迷惑かけないでじっとしているのがベストだよ。本当あなたの彼女でよかったわ。なんか予想外の反応なんだけど。あれ、おいっ子がなんかつまらなそう。つまんない。エンディングリストにスタンバイが追加された。それじゃあ今度は何かやって別のエンディングを回収しましょう。うちから出てすぐに野球少年にキスをするとかおぞましい。そのおかげでバットをくれました。ワンちゃんにキスしたら懐いてくれたわ。犬は過剰なスキンシップでも喜んでくれるんだな。ここに悪そうな犬が。ワンちゃんのおかげで研究所に侵入できました。ちょっと待て、これ明らかにやべえもんじゃねえか？核爆弾アンテナをゲットしました。確かこれで隕石を破壊できるんじゃなかったっけ？今回の目標は犠牲者を出さずに隕石をなんとかすること。犠牲者しか出してないこのゲームでそんなことできるのか？って今の男の人犠牲者だろ。ちょっと何すんのよ変態。待ちなさいよ、あんた滅亡前に何してくれんのよ。事故です。謝罪すべきだな。このロケットで宇宙に行けるわ。ものすごい美女だ。守衛を美女で釣り上がった。これで隕石まで出発。いけいけ、地球を守った英雄になるのよ。きっと銅像とか記念館が建てられるだろうね。下心しかねえ英雄だぜ。さあ爆弾よ、この隕石に降ってきなさい。こうして一人の犠牲者も出さずに地球は隕石から守られたのであった。ありがとう主人公、あんたは正真正銘の英雄。この映像を見た家族は涙して感謝することでしょう。
あんた、まるで地球を救うヒーローみたいで素敵だなと思ったけど。え、思ったけど。なんかテレビゲームをしているような違和感があったわ。そんな。最近、ゲームのやりすぎなんじゃないの？ん、なんかうさんくさいわ。一人の犠牲も出さないで頑張ったのに。もしかして、このテスト何度もやったことあるんじゃない？何回目なの？鋭いこと聞いてくるな。おじさん、かっこいい。地球を守る正義のヒーローみたい。僕も大きくなったらおじさんみたいなヒーローになりたい。うん、褒めてくれたのは甥っ子だけでした。主人公、普段どんだけ不真面目なのよ。それじゃあ最後にみんなをぶっ飛ばしていきましょう。おまわりさんこいつですこいつ。そうして60秒間周りにいる人や物をとにかくぶっ飛ばした。病んでるのかな？オラオラー、手当たり次第に攻撃じゃー。ただの殺人鬼です。人が誰もいなくなりました。隕石降ってこなくてもこいつが滅亡させてる。さあ今回はどんなエンディングになるかしら。もう今から家族の反応を見るのが怖いんですけど。あんたどうかしてんじゃないの？ごもっともだ。周りの人を皆殺しにするなんて、ドン引きされてるわ。もしもし、警察ですか？ここにすごく危険な人がいますので、今すぐ逮捕してください。そうか、どうせみんな死ぬから殺してしまったんだね。おじさんかっこいい、僕もいつか死ぬよ。人はこうやって殺すのか、なるほど。おいっ子に悪影響を及ぼしてんじゃねえか。僕も大きくなったらおじさんのような立派な人殺しになるよ。ということで本日はおなじみ地球滅亡60秒前のアナウンサー編を実況していこうと思います。え、アナウンサー編？そんなモード聞いたことないわよ。アナウンサー編は、アプリ版のダウンロードコンテンツなんだ。そもそもアプリ版があったの知らなかったわ。それじゃあ早速やっていきましょう。今日やっとアナウンサーに昇進した。あんなニュースが入ってこなければこの人もまともだっただろうに。私の20年間の努力が走馬灯のように頭の中を駆け巡る。まあアナウンサーってなるのすごい大変だからな。努力家で真面目なんだろう。私の人生今日からだ。すぐに女性にモテモテになるだろうへへ。下心がもう表に出ちゃってる。私の最初のかっこいいニュースを始めてみようか。まさか最初のニュースが最後のニュースになるなんて。生放送入ります。緊急速報が今入ってきたのでそれすぐにお読みください。うん、速報だ。やれやれ初日から高視聴率出しちゃう予感がするぞ。すごい自信ね。3、2、1。緊急速報です。 NASA は地球に巨大な隕石が近づいてきていることを発表しました。間もなく地球に衝突し、地球は滅びます。驚いたことに NASA によれば私たちには60秒しか残っていないそうです。地球が滅亡するまで。今自分で何て言った？私は60秒しか生きれない。これが私の最初で最後の放送なのか。マジかよ。こんなことがなぜ私に。世界一ついてないアナウンサーだ。ええー、もう生放送なんかどうでもいい。すべて滅びてしまえ。こうしてアナウンサーは壊れたのだった。地上波でこの姿になるなんて後戻りできないわ。おい、冗談だろう。冗談なんだけどね。さあこの変態は隕石が衝突するまで何をするでしょう。もうこの格好になっちまったし何したって罪悪感はかなそう。とりあえずテレビ局の外に出ましょうか。本当はアナウンサーになりたくなかったのかもしれないわ。これはドッキリだろ。そうだろ。あ、アナウンサーが暴走しだしたぞ。ドッキリだとしてもシャレにならねえ。おいお前ら、もう地球は滅亡するんだぞ。うわあ、全裸で配信してるまったく、これだから変態は。お前が言うか。こいつらも路上で喫煙しやがって。上半身裸の変態が説教しております。ひどい映像。あ、間違った。もう病気です。キモいんだよこの変態ハゲ。失礼な、変態ではない。ハゲは認めてるのね。お、なんかゆるキャラみたいなのがいる。その先にロケットがあるんだけどこいつが警備員か。ゆるキャラなのになんで嫌がるんだ。もうおっさんからキスされたら誰でもキレるわ。そこを通せこの野郎。時間切れー。欲望のままに殴り愛を求めたこの行動はどんなエンディングを迎えるのか。60秒経ちました。私たちはみんな一緒に死ぬのです。したいことをすべてやった後悔はない。誇れること何一つしてねえのに誇らしげなんですけど。皆さん、政府はまだ何もやっていませんか？驚きのニュースです。若い男性が地球を救うために隕石の方向へ向かっています。何？地球を救うため？これってもしかして、あの主人公。なんてこった。このおっさんなんか焦ってない。
っとけ。僕は地球を救うのだ。やっぱり、あの主人公よ。おー。成功だ。やっと核兵器を隕石の方向に向けることができた。なんだかんだであいつ、アナウンサーよりすごい人間ね。人類すべてが僕を尊敬するだろう。多分僕の銅像を建てるかもしれない。ありがとうみんな、僕を覚えてて。やめろー。暴れに暴れたからな。こうして一人の青年の勇気ある行動により、地球は救われた。そのようにして私は数えきれない犯罪のため牢屋に入ることになった。当然の結末だな。くそ、地球は滅びるべきだった。くっく。あなたたちは、マスダ議員、そして前裁判官田中も、大物が一緒に牢屋に。なぜあなたたちは牢屋に。小汚い庶民を数人殺しただけで、なぜこんなことに。この議員すごくバイオレンス。私は地球が滅びると思ったんだ。ただ死ぬ前に何人かの女性を触っただけで、男性が女性を触ることはおかしくない。みんな地球が滅亡すると思って好き勝手やっちゃったんだ。そして地球滅亡60秒前はこのようにして、自動的に官僚たちの性格診断テストの役割を果たしたのであった。やべえやつが全員捕まって平和になったんじゃねえか。こうして世界は清く正しく生まれ変わったのでした。めでたしめでたし。We are the world ってエンディングだったわ。先ほどは左側に進んだので、今度は右に進んでみたいと思います。史上最低の変態だぜ。そうだ滝にされております。あいつらに負けるか。おまわりさん、早くこいつを連れて行ってください。女性にモテるためには強い男にならねば。地球滅亡するのに？必殺技を手に入れた？どうやー。そして結構強いという。今ならこのゆるキャラを倒せる気がする。その力で隕石をなんとかできないの。ああ、主人公がいるわよ。残念、ここでタイムアップだ。今度は時間に余裕を持ってきてみたわよ。貴様、地球を救うな。どこから見ても主人公の邪魔をする悪者なんですけど。あと少し。なんだこの変態。皆さん、予期せぬことが起こりました。地球を救うために隕石に行った若い男性に、変態アナウンサーが隕石に飛んでいき、若い男性の英雄を阻止しようとしています。地球が滅びた方がいいと言っています。あの自己中野郎め、死にたきゃ一人で死ねよ。主人公パンチー。ダメだ。地球に戻ってしまう。戻っていったわ。お前のせいでみんな死ぬとこだったんだぞバカ野郎。